今日も海外の暗号資産のニュースをまとめて噛み砕いて皆さんにお届けしていきたいと思います。皆さん今日も、メンバーシップ動画出します。ここから半分全部メンバーシップ動画なので、メンバーの方はぜひ見ててください。あとは始まる前にコインテレグラフチャンネル、新しいねイーサリアムのロンドンハードフォークアップデートがあるので、その話どういう影響があるのかとかね、まとめてるのでぜひ遊びに来てください。もういろいろ仕込んでるのですごいの出てきますよ。マーケット行きますけど、そのなんていうんですか、ファイナンシャルアドバイザーでもなんでもないんですね。私ただのチンチクリンがただ単に好きで喋ってるだけなので、基本皆さん一切本気にしないでくださいね。はい、エンタメとして見てください。オーライ、ということでビットコイン帰ってきたよね。見てこれすごくない？このボーンと上がってきてるでしょ。やっとねこの勢いが戻ってきたなっていう感じがしますけどね。このまま一気にどこまで行くのかちょっとね楽しみですね。もう 8% 10% イーサリアムも戻ってきていて、まあ、ここねやっぱ見どころなんですけど、今日触れるのがちょうど今この喋ってる段階で B ワードだっけ、ジャック・ドーシーとキャッシー・ウッドとイーロン・マスクがビットコインについて語るみたいなイベントがやってるんですよね今ね。これを早くもう撮影終わってそっち見たいんですけど、それによってねいきなりここでブーンって来るかもしれないですね。はい、なのでちょっとそれが楽しみかなって感じかな。まあバイナンスもね若干戻ってきてるけど、ちょっとねまだまだ伸びがちょっと痛い感じかな。で今日はね体の話もしたいと思います。もうねこのスマートコントラクトがね来るぞということなんですけど、どうなのよと、進捗どうなのみたいな話もやっていきたいなと思います。同時コイン 19% も上がってるね。これもねちょっと期待できるんじゃないでしょうか。ちょっとね見ていきましょうか。オーライ、ということでまず1個目、面白いビットコインの話からいこうかなと思いますけど、まずビットコインのマイニング環境によろしくないよねみたいな話があるじゃないですかね、よく聞くじゃないですかみんなね。でこれいやそんな悪くなくないみたいな話があるのよ。でねそれを見ていくと、新しいデータによると今回分かったのがそんなにね悪くないよと。でなんでかっていうと、まず中国がシェアがね一気に減って、アメリカがグッと増えて、アメリカがリニューアブルエナジーをボーンやってるから結果良くなったっていうことですね。はい。まあ、見ていくと、アメリカのね、シェアが、もともとが5位だったのが急に2位になって、17% のね、グローバルビットコインのマイナーがなんとアメリカにいるみたいな、そんなことが分かったということですね。まあ、もともとって、65% が中国だったんですよね。で、それが、一気にこう、マイニングバンになって、中国からみんな逃げて、アメリカとかエルサルバドルとかいろんな国が増えてきたという話でございますと。で、まあ見ていくといろんなところでやっぱデータ出てて、なんか新しいデータのケンブリッジユニバーシティのデータを見ると、やっぱね、すごいね、改善されてるのがわかるということですね。まあちょっといろいろ見ていくと、例えば、これミント、まあいろいろね、ニュースになってますけど、このね、6月のレポートを見ると、56% がなんと、グリーンエナジー使ってるみたいな話になってて、もう実は半数以上、なんか中国がバンしてくれたおかげでやっとみんな、ね、グリーンになってきたということですね。なので結果的に良くなったみたいな話になってますね。でかつこれですね、これがケンブリッジビットコイン電力コンザンプション消費インデックスなんですけど、おもろいのが、こう2019年からの推移が、ね、こう映像で見えるんですよ。どこがどんだけ増えてきたかみたいな、まあ今日見ないけど、で、まあ、見ていくとシェア中国が多かったけどそれがどんどん減ってきているので、アメリカが増えてきているし、他のところもまあまあ増えてきたりするわけですね。こことかカザフスタンとかも増えてるわけですよ。で、まあ、ちょっと税金の問題とかあるのでここね問題あるかもしれないですけど、まあ、でも増えてるんですよ。中国減ってるんですよ。素晴らしいね。あとは中国の中でも見ても、例えばねこのシンジャン、ここがね一番多かったんですけど、これがねグッと減ってきたりとか、まあ、していると。でシチュアン、四川ですね、四川省もまあかなりこう減ってきてるというところもあったりするので、全体的にこう落ちてるんですよね。なのでナイスっていう感じですわ。なのでここから分かるのって、そのさっき言った通りこう B ワードっていうなんかこういうイベントがやってるんですよね。で例えばイーロン・マスクで言うと、テスラはねもともとビットコイン支払いで受け付けてたんだけど、それ受け付けないよって言い始めたのよ、ね、なんでかというとグリーンじゃないからと言ってるんだけど、でもさ、でなんかそれで言ったのが、少なくとも半分以上のエネルギーがグリーンだったらまた再開してもいいかなとか言ってんの。ということはさ、もうこれ再開すんじゃんみたいな話になるのよね。こうもう 56% なんだからさ、50% 以上だったらいいでしょみたいな。なのでテスラと早いとこなんかビットコイン復活させてくれみたいな、多分そんなね動きが来るんじゃないかななんていう、そんな気がしますね。はい、ということでその話は置いといて、エルサルバドル、ビットコインと言ったらエルサルバドルじゃないですか。もうね法定通貨になっちゃったよと。そんなんでねギャギャというか、まあ世の中を沸かせたわけですけど、そこで止まるような国じゃないわけね。すごいのよ。でやっぱね
エルサルバドルすごいなと思ったのが、独自のステーブルコインを出すよっていうことを言ってるんですよね。で見ていくと、なんかね、コロンドルっていうのを出すんだって。コロン、なんかわかんないけど意味は、なんかコロンドルっていうのを出すらしく、でそれはね、ローカルの、ね、US ドル、まあ、元々はアメリカドルがその現地で使われるんですけど、まあ、それをバックに使う、まあ、要はそのバックにして作られるステーブルコインを政府が作るよみたいな、そんな話みたいですね。はい。で、それはセントラルリザーブバンク、まあ、中央銀行が、実際にね、あのそのドルをビットコイン、まあ、その作るよみたいな、そんな話なんですけど、だからかなり話が進んでるんですよね。まあ、やっぱりこうビットコインだとある程度ね、そのなんかこうフラクチュエーションがボラ激しいので、ちょっと使いづらいよねみたいなシチュエーションもあるわけですよ。特になんかビットコインだけ全員使ってれば別にどうでもいいかもしれないですけど、あのそんなわけにはいかないので、まあなんかちょっと使いづらいよねみたいなことはあるわけですよね。で今はなんかね、事業側もお客さんがなんかビットコインとか使いたいですって言ったら、ビットコインで受けることもできるし、ドルで受け付けることもできるんですよね。コンバージョンしてくれるんですよ。でその中のコンバージョンされるものが多分ね、このステーブルコインになるんじゃないかな、なんていうことを思いますけどね。なので、あの別に US ドル使いたい人は使えばいいし、だけどデジタル化することによって今まで銀行に、ね、アクセスがなかった人たちもドルを使うことができると、ビットコインも使うことができると、通貨として、なんという国だという感じですね。しかもなんかさ、後で触れますけど、そのカルダノね、カルダノもね、チャールズ・ホスキンソンさんというファウンダーがね、もうね、エルサルバドルに行くって言ってるんですよ。僕エルサルバドルに行くって言ってるんですよ。なので、あの実際もう政府の人と話してるんだって。でも大統領に僕会うって言ってるんですよ。なのでエルサルバドル、次の法定通貨第2、第2はね、もしかしたらカルダノかもしれないですね。イーサリアムかもしれないし、わかんないけどね、あのいろいろね、なんかちょっと今後この国すごいすげえな、うん、本当ね、もう頼もしいなっていう感じがしますけどね。はい、という話でした。次、 EU 頼むよと、 EU がなんかしたいんだって。何をしたいかというと、禁止したいと、その匿名のねクリプトウォレットを2024年までに、はいみたいな感じしますけどね。まあ見ていくと、 European Commission がなんと発表しました。今後ねクリプトをね、もうどんどんクラックダウンしてね、もう規制していくよと。で今回のターゲットはクリプトのウォレットですと言ってるんですね。まあ結局問題なのって何を言ってるかというと、クリプトってその結局まあ、真っ裸にできるわけですよね。そのトランザクション、どっからどこのアドレスに何が送られたみたいな分かるわけですよ。なんだけど、その受け取り、オーナーが誰か分かんないと意味ないのよね。でそれをちょっとだから、あの誰か、誰なのこの人みたいなことを、強制的にね、そのまあなんていうの、まあ、人と紐付けようみたいなことになってるわけですな。はい。で見ていくと、結局何をするかというと、提案しているのは会社に対して強制するんですと。でね、それっていうのはビットコインや他のクリプトをね、こうトランスファー送るときには、その相手が誰なのか KYC しなさいと。でパーソナルデータちょっとね、手に入れないさいと。じゃないと相手が誰に送ってるか分かんないでしょ、マネロンかもしんないじゃんっていうことを言ってるんですよね。なので、まあ、そんなことで結構めんどくさいことをやろうとしてるらしいですね、 EU を通して。なのでね、めんどくさいですね。はい。であとは、かつその匿名のクリプトのアセットウォレットっていうのを僕は禁止するかもしれないみたいなこと言ってると。なんか意味わかんないけどね、どういうことなんだろう匿名のって。だから名前がよくわかんない人が、あ、いや名前がわからないクリプトウォレットは使えないようにするってこと、どえ できるのかなみたいなね。だからその EU の中にいる会社、もし会社がクリプト送るときとかは相手が分かってないと送っちゃいけないよみたいな、そんな話だけだと思うんだけど、なんか意味わかんないけどね。まあなんか何をしたいのかわかんないですけど、とにかく禁止って言ってるのでめんどくせえなっていう、そんな話ですわ。はい。次、中国のデジタル元、中国元なんですけど、なんか新しくユースケースが増えましたと。これっていうのが保険に使われます。でこれがでも使われ始めたんだって。なので新しいユースケースが出てきましたと。中国のセントラルバンクカレンシーですね、デジタルカレンシー、これがですね、いろいろ使われてるんですよと。例えばもう e コマースだったりサラリーだったりとかね、いろいろこうつなく使われてるんですけど、テストとして、ね、そこに合わせて今回あのインシュアランスが使われるようになったと。まあもう中国が割とね、こうなんか国の政策こうですってついこの間出したんですよ、先月。その中になんかそう、これも入ってるんですよね。 e コマースもそうだし、サラリーもそうだし、あとはなんかこういうなんかインシュアランスの支払いも全部クリプトにしますみたいなことを言ってるんですよね。
でそこに唯一 DeFi は入ってなかったんですけど、一応こういったユースケース、サプライチェーンもそうだし、まあ、やっていきますよと。でその中の実際に一例として今回進んでるということですね。だからやっぱね、こうトップダウンだからね、やっぱすごい早いなっていう感じがしますよね。まあある種、まあ、ある種というかすごいさすがだなって感じしますけど、はい。まあでも面白いかなと思ったのが、ついこの間アメリカのワイオミング州のセネターのシンシアさんっていう人がいてね、でシンシアさんだっけ確か、まあその人が、いや、あの北京オリンピックがあるので22年に、皆さん、ね、アメリカ人でも中国に行く人いると思いますけど、とりあえず、ね、中国人民元デジタル元は使わないでくださいね、だってあの人たち監視するかもしれないからとか言っちゃってるんですよ。でそれに対してのレスポンスが実はここにあって、スポークスパーソンの外務省のね、ザオさんが言ってるのは、おいおいと、そういうさ、なんかこう政治的なね問題とスポーツをねごっちゃにするのやめようぜお前らみたいなことをね言ってるということなので、あの CBDC、 このデジタルカレンシー、オフィシャルとのね国の通貨をめぐってね、ちょっといろいろこう敵対心がねアメリカと中国でやっぱありますね。保険といえばなんですけど、実はね新しい、ユースケースとして、実はねこうケニアでもそういうねブロックチェーンのねインシュアランスがあるんですよね、あの保険が。でこの今回このイサリスクっていうのかな、イーサリスク、あのイーサリスクっていうのが、1万7000のケニアのファーマーをね、ブロックチェーンでこうねもう取り囲んだということを言ってるんですよね。すごくない？で、何かっていうと、結局そのクライメートチェンジとかでなんか問題があった時に怖いので、その保険ですよね。でその保険がもうねこう、そうそう、実際に1万7000のスモールそのまあファーマーですね、ケニアのが、カバーされましたよってことですね。なのでこういうさユースケースが出てくるのすごいよね。だからなんか思うけど、日本もこういうのどんどん進めてほしいですよね。だから日本の取引先もさ、取引所もなんかこういうユースケースのしっかりしてる日本の農家を守るとか、なんかしらなんかこう社会問題を解決するツールになるようなプロジェクトのコインとかを優先して乗っけるとかさ、上場させるとか、やっぱね、やっぱそういうことをしてほしいですよねっていう感じがしましたよね。はい。なのでミームコインもいいんだけど、こういうのまずね、ちゃんとやってくれないかなって感じがしますね。でまあ正直ね、見ていくと、まあだからといって、このねディップトークンで言うんだけど、これね、まあ上がるかって言ったら上がってないわけですよね。なので別にだからといって値段はどうなんだっていうと別にどうでもないんですけど、はい、まあちょっとねこういうユースケースで世の中が良くなっていくのはいいかなと思いましたね。はい。ペイメントのもうキングといったらマスターカード、マスターカードがクリプトに参入しましたと。これはもう前アナウンスしたけどね、だけど今回初めて細かいところが発表しましたと。サークルと手を組んで USDC T じゃなくてね USDC でペイメントをやってきますよということですね。 USDT のテザーはまあいろいろめんどくさいことを巻き込まれてる感じもあるので、多分 USDC にしたのかな、わかんないけどね、だそうですよと。でまあ結局そのクリプトを使って払うっていう時に、クリプトで USDC でそこからまたねフィアットに変えるっていう、なんかそういうなんかパイプラインを作るみたいなことを言っていて、でそれを一応ねパクソやらなんやらと、まああとはサークルとまあ手を組んでやりようということですね。まあ今ってアメリカだとステーブルコインすぐ問題になってるんですよね。あのジャネット・イエレンっていうまあおばあちゃんがトレジャリーセクリタリーにいてですね、まあ、銀行からね7億円とかをいろいろもらってベッタベタの人なので、もうねもうステーブルコインなんか規制すべきじゃみたいな、まあ、そんな感じなわけですよね。そのパクソとかって実際ねアメリカのバンクチャーター持ってるんですよね。だからあのなんだろうな、一歩そういう意味で進んでるんですよね。なのでバンクチャーターって銀行を運営する上で持ってないといけないライセンスなんですよ。で多分だけど予想では多分今後ねアメリカの規制として多分そういうチャーター持たんといかんっていう感じになってくると思うんですよね、老害の結果で。だけどここも持ってるんですよ。だから多分ねある程度大丈夫っていうか、まあなんかある程度ダメージ少ないんじゃないかなっていう多分目線でねここと組んだんじゃないかな、わかんないけどね、そんなことは思いました。はい。ちょっと時間来ちゃったからちょっと早めに行くか。カルダノなんですけど、アロンゾホワイトハードフォークっていうのがまあ終わったよということなんですけど、何のことって感じでしょ。まずアロンゾって何かっていうと、まあなんかまあそのスマートコントラクトに行く上のそのプロセスというか、まあ時代というかなんかそういう感じなんですけど、なんかあのいくつかステップがあって、カラーベースなんですよね。なんかアロンゾブルーとかアロンゾホワイトみたいな、まあ、なんかそういうテスト環境いろいろやってるんですけど今で、
それのホワイトっていうのが終わったんですよ。ブルーも終わったのかな、確か。で、ホワイトが今終わったみたいな、そんな感じになってるんですよね。なので、結構ね、ちゃんと開発が進んでて問題もないみたいなんですよ。なんか頼もしいよね。まあなんかその、結局さ、ここに書いてるけどね、全く問題ありませんでした、みたいな。まあでもなんか一応様子見ますけど、今のところ問題ないです、みたいな。で、なんかどん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 ね、今後、色が増えてきて、なんかレッドとかブラックとかね、なんかステージがあるんですよね。で、その、どん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 ステージが増える上で、なんかユーザー数が増えてたり、ケーパビリティが増えていくみたいな、なんかそういう感じでやっていくみたいなんですけど、なんかよくわかんないけど、なんか、でもなんかちゃんとうまくこと言ってるからいいっぽいですよねっていう感じは、素人的に見て思いますよね。はい。なので、まあ、なんか結構、ペーパー上で、なんかその、うまくいくとか、ピアレビューでどのコーナーって言われてて、なんかその、カルダノの、なんかね、批判もあって、いや、なんかペーパーしかなんかやってないけど、なんなのそれみたいな。なんか実世界でちゃんとテストしっかりしてよみたいな話もあるわけですよね。だけど今回の話で言うと、ちゃんとそれがね、うまくいってるようなので、それはね、良かったんじゃないかなと思いますね。今年の夏はね、9月以降かなには、このスマートコントラクトが実装されるのではみたいな、そんなことが予想されている、期待されているので、もしかしたら今後ね、今年の年末にかけてはもう、やべえことになりそうですね。こいつはね。はい。A だわ。ということで今日はこの辺で終わりたいなと思います。ここから先は全部、コインクラブのメンバーシップでやりたいなと思います。で今日から実は、新しい人にいろいろ入ってもらって、手伝って、情報収集手伝ってもらっているので、新しいトークンセールの話だったりとか、エアドロップの話だったりとか、せっかくお金いただいているので、ただで、まあ、それ以上に稼げる、こうね、まあなんか、案件じゃないですけど、まあなんかそういう、ポテンシャルのある情報とかを約束はできないけどね、提供できたらなーなんてことを思っているので、まあ、なんかそんな観点でちょっとね、いろいろ、オルトコイン情報とか紹介をしていこうかなと思ってます。で、早速サルがあるので、興味があれば、まだまだ遊びに来てくださいなということで、ぜひ皆さん、コインテレグラフチャンネルの方もお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。それでは、バイ。